伊藤純也さん、騒動後初となるコメントを発表。一連の報道について伊藤選手自身のコメントを弁護士を通じて聞くことができた。伊藤、とにかく日本のニュースはできるだけ見ています。ネットの反響も含めて身に覚えのないことを言われてアジアカップも離脱となってしまい、本当に無念でした。日本の方々が無実を信じてくれて応援してくれていると思える時がある。日本のメディアを見ていて自分を信じてくれている人がいるというところに何とか元気をもらっています。今後、同じようなことが起きるのを防ぎたいという思いです。事実ではないことを突然言われて追い込まれ、お金を請求されるということを将来に向けて防ぐため、自分は先陣を切りたい。こんなことは、自分でもう最後にしたいんです。有名スポーツ選手が、大きな大会の直前などに突然身に覚えのないことを言われて、お金を請求され、対応に困るケースがしばしばあるという話があったんです。虚偽の訴えには毅然とした態度を取りたい。きっちりと結論を出したいと思っています。代表試合も離脱させられ、飛んだとばっちりだよ。伊藤選手でもこういうことか。って思ってたけど、どうやら冤罪っぽいのかな。こんな茶番な騒動は、さっさと終わらせなければならない。有名税では済まされない。悪意のある記事を垂れ流した週刊新潮の責任は重大で謝罪だけでは許されない。週刊新潮は当然廃刊。選手生命を奪う記事だよ。仮に伊藤が白になった場合、JFA は告訴した女性と新潮に対してどんな対応をするんだろうな。てか、大きな大会前に身に覚えのないことでお金請求されることってよくあることなんだ。